シナリオの達成度は関係あるんかな、ちょっと分かっておりませんが、スーパーは、左やったかな、はい、スーパー付近、はい、じゃああなたにしよう。社員を迎えに行ってからゴルフイン湾岸まで行きましょう。長距離客を取って行ってますからね。ゴルフインはやっぱ遠いですから。なんやあいつ動いとるな。おい社員動くな。はい、社員を呼んでのゴルフイン湾岸まで、ゴルフ打ちっぱなしゴルフ場まで行きます。だいぶ遠いです。これを渡りましょう。さあ加速。サフトに来ました。よし、毎日ノルマ1000円ずつアップしてんねんな、ここの会社は。ゴルフインはね、どう行くんが正しいんやろ、全然わからんのよね。ゴルフインね、どう行ったらいいんでしょうっていうところですね。これを踏切越えればいいんか。はい、これが早いのか分かりませんけども、とりあえず到着です。はい、なかなか好評なの。すごい好評ではないんだね、頑張ってんのに。こんなに頑張ってんの、めちゃくちゃの要求に応えつつめちゃくちゃ頑張ってんの。さあ珍しく近いです。珍しくの近場、これはちょっと市街入った方がいいな。市街入ってまいりましょう。はいはいはい、そして左折したいね。左折、ガソスタ、あったガソリンスタンド発見。はい到着。ありがとう。はい、こんにちは。女子社員を迎えに行ってから焼肉レストラン火の車。女子社員が後ろっかです。いた、うん、いけない、直線ではいけない。早く行けバス。そして、火の車。火の車は、ひまわりニュータウンやな。こっからひまわりニュータウンはどうやっていくのが早いのか分かりませんが、とりあえずブースト。あ、来た、ひまわりニュータウンでした。これがさらに加速。焼肉は左側、突っ切っての左かな。大事故、両方双方とも譲りませんでしたけれども。ありがとう。はい、さあ小学校付近、小学校付近がわからんな。デパートにいないかな客。
あデパートいない、駅の東口、これ反対側やな。内側です。間に合うか、ん、どこだ、それか。いや、こんな苦情言う、この距離のこの距離やで、この距離で苦情言う、すげえな。わざわざ電話で苦情言ってたんか。はい、アセロラ書店の後、さつき二郎、さみだれ二郎か知らんけど、その記念館行かないといけない。まずはタケノコ市街に戻らないといけないと。タケノコ市街戻りましょう。で、アセロラ書店、書店は、踏切越えたとこやね。はい、覚えてた。そしてさつき二郎、さつき飴二郎か、さみだれか、さみだれ二郎公園目指していきましょう。こう行ってブースを使おう。いい右折、今のはいい右折です。あの最高速度を維持しながらの右折ですから、素晴らしい右折でした。さあ、まだ最高速度を維持 しながら記念館を目指しましょう。わいわい、記念館はこっち行ってまっすぐここです。よし、早かったよ今回は。さあ、客は、君は普通の通行人。ここら辺の温泉街は通行人が多いな。お土産屋、お土産屋いた、お土産屋の客、ゴルフインワンガン。不当方面、不当方面目指していきましょう。さあ、大スリップです。大スリップを起こしておりますが、構わずいきましょう。大事故、大事故でした。さあ、不当はこれ遠いんじゃないかな、大丈夫かな、これ市外から不当いくつ伝えるか、まあそれもいいか、悪かはないか。市外と不当スタイルですね事故ったな、市街トゥー不当スタイル。さあ、速度上げていきましょう。大外をまくっていきます。間違えた、これ関係ない道や。これはまだこっち行ってのこうだね、ここで右折だ。 OK、さあ、不当に来ましたよ。あとはゴルフイン、ゴルフインの一番早く行く方法が分かんないんだよね。ふーっていうか焦るやん、また開幕事故起こるんかと思うやん。ゴルフインがね、これどっちだったっけな、めり込んでなかった今、画面に あったわ、近かった、素晴らしい速さや。さあ、ノルマ達成。
残り30分。ゴルフ場付近に客がいるっつってるけど、いた。レストラン海鮮山線の後、たけのこ駅西口。トラン海鮮山線、あれはニュータウンの方じゃないか。ニュータウンに行くにはこっち行った方がいいんか。いや、ちゃうな、騙されたな騙されたぞ。矢印に騙されたな。市街に来て、海鮮山線は多分ニュータウンやったかな、どうだったかなやな。ニュータウンかな。ニュータウン行ってみよう。海鮮山線はニュータウンなのか。手探りで行っておりますが、ああこれか、ここが海鮮山線だね。はい、到着。そしてどこだって、たけのこ駅。じゃあひまわり、じゃあたけのこ街、たけのこ市街か、たけのこ市街に戻らないといけない。よし、いけい。うわち、到着。うーし、約4万円。さあ26日目も晴れなんで、どんどん行きましょう。多分30日までやってみようかな。とりあえず何もなかったら30日で終わりにしましょう。何もストーリー的な展開がなければ、エンディング的な感じがないなら。さあとりあえず26日目です。引き続き客を乗せていきましょう。さあまずはとりあえずの病院。チース、映像学園近いな。歩けよ若者よ少年よ、歩けよ若者よ、歩け。はい、どうも。小学やな、せっかくそういうぼんぼりつけてんねやから、ちゃんとした長距離をしてほしい。また水色のワゴンでしょ。また近距離じゃないですかこれ。またどこなんで、どこなんで、どこなんで。はい、よし、続いてネクスト客は、ネクスト客はどこだ。客がいない、客がいないね、客がいません。デパートも客いない、コンビニも客いない。団子山お土産屋、団子山のお土産屋。さあとりあえず南側まで一気に出ましょう。さあナビが壊れておりますが、構わず行きます。ブースを1個しか取れず、
ブーストは1個しか取れず、そんな状況ですが、もうちょっと欲しかったね。さあ、三宅屋は確かガラス工房のあたりね、だったから、ここを右折、道なりで行って、ここは右やったかな。 OK、 合ってた。はい、到着。さあ、大好評です。超絶大好評。秘宝館付近、秘宝館行きましょう。じゃあ秘宝館は確かどっちだったっけ。違うと思うな、こっちじゃないな多分。はい、秘宝館を見失いました。そのまま走っていきましょう。さあ、適当に客を探して養成所行きましょう。じゃあこれはちょっと遠いな、間に合うかな。養成所付近、あ、これが秘宝館か。秘宝館行き失敗しましたね。さあ、養成所はここですね。どこでしょう。行った、こんな柱の陰に。聖フランソワ病院か、たけのこ駅東口の後、たけのこ北郵便局。聖フランソワ病院ってどこですか。そのなんちゃら病院を知らない。なんちゃら病院知らんな。ニュータン行ってみましょう。あー、市街か。市街やったら何やったっけ、東口やったっけ。東口行けばいいかな。東口やな。これは突っ切って、突っ切っての左。はい、これが東口。病院に行かずに東口行きましょう。何の用事か知りませんけど、とりあえず東口到着で北郵便局へ、右折。そして左折、あった。はい、だいぶ早い。よし、いいぞ、いい金になったな今の客は。スーパーの客ですね。さあ、スーパーにいる客拾えるか。どこだ、君じゃない、どこだ。ん、君か。なんとか拾いました。一度もぶつからずに団子山の茶屋まで行けと。危ない、ぶつかりかけた。さあ、速度を出していきましょう。団子屋のお茶屋、茶屋さんまで行きましょう。スピードアップ。いや、見えないんだって、だからさ、前が見えないんだってこのゲームさ。マジでこのアングルは見えないんだって。仕方ない、客を探そう。お客さん、いた。ベイサイド海猫。要するにぶつかって止まらない上にブレーキも使えないということですね。
これはなかなか難しい指令やな。一度も止まらずにっつうのは。ほら止まっちゃうもん。私なんか止まっちゃうもん。じっとしていられない性格らしいです。じっとしていられない人はもうタクシーは無理だろうと自分で運転した方がいいぞというところですが、はい、もうぶつかっちゃったミッションが多いな今日は。何なんだこう、今日の客は何なんだ。ミッション率が高くないですか。しかもぶつからないとか、そんなしょうもない、しょうもないって言ったらあれだけど、しょうもないやつばっかりやな。俺にとってはしょうもない依頼ばっかり、何の得にもならないミッションばっかりですが、さあとりあえずスーパー向かいましょう。大急ぎ、大急ぎスーパーです。取り急ぎスリーパーちゃう、取り急ぎスーパーね。全然スーパー付近じゃないやな、これ。はい、お兄ちゃん迎えに行ってからタケノコ、私立中学。お兄ちゃんはどこだ。お兄ちゃん駅の向こう側っぽい、それっぽいだけで行ってみましょう。ん、駅の向こう側やったらこっちでいいんか。まだ覚えきれてへんなこの町。さあ踏切を渡って兄貴を迎えに行きましょう。兄貴、兄貴どこっすか。兄貴いないっすね。よし兄貴で、なんだったっけ、タケノコ私立中学。あーこれは駅の向こう側かな。駅の向こう側からこっから行こう。はい、邪魔だなこの交差点は本当に早速度上げていきましょう。中学はそろそろ左折、そろそろ右折か、右折あたり。さあゴールが見えた、加速していきましょう。到着、 OK、 ノルマ達成、無事ノルマ達成しました。さあとりあえず駅付近で客を拾いたい。駅に客はいないか、客はいない、客はいない、駅に客はいない。いた、乗れ。はい、上司を迎えに行ってから小太り処方、小太り処方がわからんな。さあ場所のわからない書店まで行かないといけないです。まずは上司を探して、行った、上司いました。わいわい。さあ上司を乗せての小太り処方行きましょう。遠いんでしょうか小太り消防。全く分かりません。近いのか遠いのかすら分からない中、直進かな。はい、とりあえずニュータウン来ました。ニュータウン方面やったんや。さあスリップしちゃったのでもう取っちゃいましょう。これブースト、書店はどこだ、書店は間かな。もうスリップしてまう、ここら辺でしょうか。あった、小太り処方到着。さあ27日目、
今日も晴れですね。行きましょう。ひたすら客を送り届け続けます。30日を目指して27日目デパート付近だそうです。デパート付近ここら辺いますね。とりあえずこの子にしましょうか。はい、ケミカルワンガン工場ということらしいんで、とりあえず危ない邪魔、とりあえず不当を目指しましょう。ナイスカーブ。あー、ちょっと速度落ちちゃったけど、さあ不当に到着です。こん中のどこかだね、そのようわからんケミカルなんちゃら事故。曲がろう。さあとりあえず曲がって右側だね。これ突っ切るしかない。右側に行くには突っ切るしかない。電車は通ってない、大丈夫です。そしてここは曲がれない、ここ曲がれない、ここは曲がれなかった。遠回りしているような気はしないでもないが、ひたすら行きましょう。ひたすら全身あるのみです。どこでしょう、ケミカルなんちゃら。あった、ここみたいです。よかったね。乗れ乗れ。妻を迎えに行ってから病院。さあまずは奥さんを探そう。奥さんっつって、うん、オッケー。奥さんはテニスコート側。テニスコートではなかったなんか格子状のところやったからテニスコートかなと思ったら違った。さあ病院。病院はあの市街のあの病院なのかな。あっこまで行かなか、あんな遠くまで行かないといけないんでしょうか。ニュータウンですよ。まだ市街方向にあると思うんですが、どうなんでしょう。うん、大事故。寛大な心だね。邪魔だね。寛大な邪魔だね。どこだ？この町にも病院あんの？いや、それはどの町にも病院はあるだろうけど。知らないよ、この町の病院。まあ、いいわ、ニュータウン行こう。ニュータウンじゃわ。市街行こう。市街行っちゃいましょう、もう。市街の病院へ急いで。はい、市街の病院急いで行きましょう。ブーストを使い切って、はい、到着。ありがとう。なかなかな速さです。さあ2万7000は売り上げないといけないみたいなんで、はい。さあ客を拾って、ペットショップ、パプリカ、ペットショップ、ペットショップは不当なんでしょうか。不当っぽいかな。不当っぽいね。不当ということにしておこう。さあじゃあとりあえず不当まで行きましょう。さあミニコ不当。ペットショップも行ったことないんちゃうかな。ちょっと知らんな。お、あった。ゴールがちらっと見えたけど、これは突っ切らなあかんタイプやな。失敗したな。あの高架登った方が早かったかもしれん。
さあ電車はいない。どこだパプリカ。米津玄師の曲ですかパプリカ。そっちじゃないと思うけど。上白石萌歌の歌ですか。そっちじゃないと思うけど。どこ？あった。おお、車検。はい、よかったね。さあ残り1万円は儲けないといけない。こんにちは。竹の子北郵便局と西口大はよう公園の後、カラオケ18。全部竹の子市街のお話ですね。はい、ダッシュしていきましょう。竹の子市街行きました。これは一気に回れるな。どっから行こう。北郵便局先の方がええな。北郵便局先や。はい、まず北郵便局行って、はい、で東口かな。あ、西口おはよう公園。西口のおはよう公園行かないといけない。これは大回りしなあかんな。さあまずはおはよう公園へ。はい、ブースト使っていきましょう。ここでブースト回収しておはよう公園行きます。はい、はい、カラオケ18目指します。そのまま行きましょう。はい、そのままブースト使って、ブースト使っての息を突っ切ります。そして曲がってのカラオケ18。早いよこれは、だいぶ早い。竹の子市街に関しては任せてください。これは素晴らしい速さ。うせなプー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 うるせえなーつって。はい、洗車場まで行きたい。これは不当ですね。不当に行きましょう。不当なので、左折ですね。最近加速。洗車場はどこやったかな。この不当の道は未だに慣れない。縦の道が長くて横の道が全然ないんだよね、この不当はね、特に。だからどっから行くのが一番最短ルートなのかっていうのを見極めるのが非常に難しい。あ、ここだ。発見。よし、ノルマ達成。君は客かね。はい、乗りなさいよ。ロングリバー、ロングバレーリバーの後パチンコ屋に行きたい。そんな学生服を着たチャレンジャー絶対パチンコ屋追い出されるで。ダメですって。門前払い食らうやつや。ほんと絶対パチンコ屋行けへんで、その服装は。まあでも依頼されてる以上は行くけどね。ロングリバーは確か市街じゃなくてのニュータウンやったと思うんです。だからこのまま行きましょう。こっちへニュータウン行きます。ニュータウン行ってからもう一回市街地戻ってパチンコ行かないといけないんだね。言われた以上は届けないと、とりあえずね。言われた場所までは行きましょう。とりあえずそっから中に入れるかどうかはもうお客さん次第ですから、そこは任せましょう。絶対学生服じゃ入れんとは思うけどね。さあ営業終了まで残り1時間。はい、人工山まで行くためにさっき来た道を戻りましょう。はい、こっち戻って、市街に戻ってきました。でパチンコ屋は踏切越えた先だから、
右側の道に戻りたいね。はい。で、もう一本向こうかな。ここを左折。はい、OK。この道です。突っ切りましょう。突っ切っての踏切を渡って左折。ああ、ちょっとインを攻めすぎた。インを攻めすぎました。そこでの右折ですね。はい、到着。はい、素晴らしい速さ。ありがとう。さあ、残り30分。さあ、客を探します。西口付近、西口付近だそうです。駅の西口付近、どこでしょう。いねえぞ客。西口付近だろ。いねえぞ客。客がいない。客がいません。あいつがホラを吹きました。西口付近来てんのに客がいません。 いたかな。あれ客かな。客じゃないっす。西口付近全然客いません。さあ、まあとりあえず西口公園全然いません。全く一っ子一人いません。あー、これ終了やな。ホラ服からやで。おっさんがホラ服せい。さあ、28日目、今日も晴れです。行きましょう。さあ、残り3日、28、29、30、うん、残り3日でどうなるか。